ただいまより2014年シーズンのホーム最終戦のセレモニーを行います。それでは1年間本当にたくさんの温かい声援を送ってくださったご来場の皆様に対し、横浜マリノス株式会社代表取締役社長加悦明也、監督の樋口康弘よりご挨拶をさせていただきます。まずはじめに加悦社長、よろしくお願いいたします。私自身も2009年に就任して以来、毎年成績を改善し続けてまいりましたけれども、初めて振り出しに戻るような悔しさと屈辱感を味わっております。ただ、非常に残念ではありますけれども、大事なことは、今年の失敗のプロセスをきちんと振り返り、その要因を特定して、来期にきっちりと修正をすることであります。そしてそれが私自身の役割、責任であると思っております。その準備はすでにスタートしております。ただ、この修正というのは、すべてをリセットすることではありません。ここ数年間、横浜Fマリノスが積み上げてきた、マリノスのスタイル、これをきちんと継続して、さらに積み上げを行い、進化をする、この前提の修正であります。また、その検討にあたりましては、シティフットボールグループのノウハウと情報網を十分に活用させていただき、今着々と準備を進めております。そういう意味で来年また横浜Fマリノスに熱いご声援をいただければと切に願いたいと思います。最後になりますが、樋口監督についてお話をさせていただきたいと思います。樋口さんは2010年にヘッドコーチとして就任し、2年間、そしてその後3年間、合計5年間横浜Fマリノスのために誠心誠意尽くしていただきました。そしてマリノスのスタイルの構築という大変難しいテーマに挑戦をし、これがまだまだ課題は残っておりますけれども、きちんと形にしつつある、そして成績も毎年毎年改善をしてきて、昨年は3大会など全てにおいて優勝争いを繰り広げてくれました。さらに21年ぶりの天皇杯の獲得という偉業を達成してくれました。本当に横浜Fマリノスに新しい歴史の1ページを蓄えてくれた功労者であります。もう一つ、小林ヘッドコーチ、彼も樋口さんと一緒に3年間マリノスを支えてくれました。これを彼らの活躍があって毎日のマリノスがあったというふうに思います。私から大変精一杯を振りますが、この2人に皆様の方からねぎらいの拍手をいただければ大変光栄でございます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。